はい、皆さんこんにちは、風戸です。ニュースを見ていてね、面白いニュースがあったので紹介していきたいと思います。 Amazon YouTube 対抗の動画サービス Amazon ビデオダイレクトを開始。これ結構面白いですね。まあ私もYouTube を通じてね、こうやって動画を出させていただいているように、 Amazon がね、まあ、YouTube の対抗馬になるかというね、ビデオサービスを始めたそうです。どちらかというと、まあ企業向けというか、動画を公開するまでの敷居がちょっと高いなと感じました。特徴としてはですね、まあ、ちょっといろんな記事見てみますか。じゃあギガ人とか見てみましょうか。ギガ人でここですね、プライム会員のストリーム時間、レンタル購入、追加会員サービスの月額費、広告表示数からの収益分配とかね、やっぱりこの収益を目的として、動画を上げるっていうのがやっぱり一番のポイントになっているのかなと思います。ネットラボの記事も見てみますか。書いてありますね、多様な収益化、データから販売方法を最適化といった文章が向けられる。動画の投稿者が報酬を受けられるサービスになると思われる。通常のAmazonアカウントとは別にビジネスアカウントが必要になる。まあ私もね、ビジネスアカウント1回作ってやってみましたけど、日本語の対応されてるものもあるんですけど、なんか最初英語でした。英語能力のなさに気づきながら、わあこの単語なんだっけとか思いながら調べてたら、右上に言語のなんか変換みたいなのがあって、日本語あるじゃんかみたいな感じでした。まあどうなるんですかね。この収益化がしっかりできるっていうのは、やっぱり YouTube やっている方にはね、とても大きな、話ですし、幅を広げる部分でもあるので、まあゲーム実況の方とかかな。自分たちがゲームを上げていく中で、まあ、同じような投稿を繰り返し繰り返しするような方とかには結構いいのかなと思います。あとは自作のドラマとかを作ったりとか、まあ、短編映画を並べるとか、そういう方に割と向いているのかなっていう感じがしました。ちょっと私は待ちですね。まあ一番の理由は、まあ先ほども言ったように、 YouTube みたいに手軽にアップロードっていうのができないっていうところが理由です。まあなのでね、今後に期待っていうところじゃないですか。まあ、いろんなね、例えばテレビのドラマとかこういうところで放送されたりとか、 Amazon ビデオダイレクトでしか見れないドラマが開始されるとかね、なんかそんなようなことが始まったら面白いのかなと思います。今後どうなっていくのかっていうところがすごい気になっているポイントではあります。なんか気になる人は登録してみてもいいのかなと思います。ちょっとでもね、 YouTube には勝てねえんじゃねえかなってちょっと思ってたりもしますけど、 Amazon がね、いろんな取り組みをしているっていうのが目に留まったので紹介させていただきました。そんな感じで今日は失礼します。